スタートしました。少しばらつきました。1で2番のマイネルハニーがポンと好スタートを切りました。さあまず先行争い、これを追って6番のアグネスコルテが2番手につけて、17番プロフェット果敢に前へ、18番プロディアルさんも行きました。その後11番のアジールローズ、そして5番のエアスピネル、先段を追っていきます。2馬身がいて中段前に8番の里のダイヤモンドつけました。そのうちに3番マカヒキ、今日は中段のうち各馬1コーナーカーブを回って、後方集団馬群の中に1番のディーマジェスティーはつけました。さあ2コーナーを回っていきます。2番のマイネルハニー先頭で3馬身リード、17番プロフェット2番手、2馬身がいて6番アグネスフォルテが3番手、2コーナー回ります。4馬身がいて18番プロディアルさんは前から4頭目、その2馬身後ろ5番手に5番のエアスピネルはつけました。向こう上面に出ます。3馬身後方11番アジュールローズ中段前、その2馬身後ろに8番里のダイヤモンドは中段の前につけて、その後1馬身差3番のマカヒキ中段の前インコースにつけて、さあ1400を切って最初の 1000m1 分ちょうどのペースでいきます。マカヒキの外に14番バンキシュラン、ここは一段になりました。馬群の中から1番のディーマジェスティもこれらを見ています。その後7番のロードクエストも中段馬群、10番スマートオーディン、4番レインボーライン、その後15番のイモータルが続いて、向こう上面中間から3コーナーに向かいます。13番レッドエルディッソ後方から4投目2馬身相手、12番のリオンディーズ今日は後方に構えるミルコデムーロ、3コーナー 1000m 切りました。9番マウントロブソン、ポツンと16番のブレイブスマッシュ最後方、縦に長い展開で3、4コーナー中間、先頭は2番のマイネルハニー1馬身リード、6番アグネスポルテ2番手に上がりました。1馬身差17番プロフェット3番手、2馬身相手18番プロディガルさん、5番手に5番のエアスピネルはつけています。4コーナーカーブ、そのうちから11番のアジュールローズ、8番サトノダイヤモンドは外へ持ち出す、その後に3番マカヒキ、外に出した1番ディーマジェスティ直線コースへ入りました。先頭は2番のマイネルハニー、6番アグネスポルテ、外から18番プロディガルさん並んで400を切りました。その外に出した5番のエアスピネル、坂を上がってくる8番里のダイヤモンド、この間を狙って3番のマカヒキ、外から1番のディーマジェスティ、1番ディーマジェスティ、さあ5番エアスピネル、8番里のダイヤモンド、間を割って3番マカヒキ、外から1番ディーマジェスティ、さらには10番のスマートオーディン、先頭は8番里のダイヤモンドと内3番マカヒキ、マカヒキ里のダイヤモンド並んでゴール、3番手に1番のディーマジェスティ、さあマカヒキか8番里のダイヤモンドか、2頭全く並びました。わずかに及ばず1番ディーマジェスティは3着。